ヘドロが消えてなくなったぞ。これで佐渡も。なんだ。やはり魔物か。お前が佐渡。これだけヘドロがあると動きにくい。どうにかできないか。
やつはヘドロの中を泳げるのか。逃げ回られたら追いつけないぞ。今のは聞いたら気をつけるんだぞ。行くよ。あと少しだ、リンク。
子孫よ、我が血を継ぐ者シドよ。その声はさっきからずっと俺たちに話しかけてきていた。私はあなたのはるか遠い祖先、初代ハイラル王に仕えたゾーラ族の戦士にして水を司る賢者。あなたの流れるような戦いぶり見事でした。さすがは我が子孫ゾーラの誇りです。あれはヘドロの元凶であり、魔王によって差し向けられた魔物。その目的は先ほど触れた石、秘石があなたの手に渡るのを防ぐことでした。魔王と秘石だって。そう、これからのあなたにとって重要なことなのです。だからどうか聞いてください。封印戦争の悲劇、そして我が一族の運命を。それは今よりはるか遠き過去の出来事。この地にハイラル王国が樹立され間もなくのこと。罪なき人々を襲い、その国を滅ぼさんとする巨悪が現れました。それこそが魔王ですが、それに対抗すべく初代ハイラル国王ラウルと6人の戦士が立ち上がったのです。ラウルは魔王と戦うための術として秘石を私たちに渡しました。それは持つ者の力を倍化させる秘宝。私もその一人、水の賢者として秘石を携え戦いに臨みました。しかし奴は強大でした。我が水の守りも貫く苛烈さ、恐るべき俊敏性。ついに国王ラウルは魔王を倒すことはできないと悟り、己を犠牲にして封印することで戦いを終わらせる選択をしたのです。それが封印戦争。そのしばらくの後、6人の賢者が1人、時の賢者が私のもとを訪れ、ゾーラ族の運命を決定づけました。いずれ魔王の封印は解け、再び動き出します。そうなった時、対抗する力が剣士リンクには必要。お願いです、水を司るゾーラ族の力を貸してください。我らになすべきことが定まった瞬間でした。魔王討伐は我らの悲願。我がゾーラ一族は魔王復活の時、再び水の賢者として目覚め、剣士リンクと共に戦うことを誓います。これが封印戦争の悲劇と我が一族の運命です。あなたたちの活躍でゾーラの里は救われました。しかし魔王復活は近いでしょう。我が子孫シド、どうかこの秘跡を継承し、私が時の賢者と交わした約束、剣士リンクと共に戦う誓いを果たしてください。リンクと共に戦うことが俺の運命。俺はここに里を救いに来たつもりだったが、ハイラル全土を救えと託されるとは。ご先祖様のように俺もハイラルを守ってみせる。
奇跡は俺が受け継ぐぞ。俺は水の賢者。見ろ、これが賢者の力だ。さあリンク、手を。水の賢者シドの名において君と共に戦うことを誓う。受け取ってほしい。これがその証だぞ。その指輪で俺の力はいつでもリンクと一緒だぞ。改めてよろしくなリンク。さあ里へ戻ろう。
ああ、うん。